ツパン。今日はですね、早速エステやってもらおうと思います。今日はね、ゴリゴリにやってくれるということで楽しみです。それでは行ってきます。はい、彩子先生にエステをがっつりやっていただいて、結構詰まってたので痛かったです。でも先生に癒されました。ダイエットを始めたということで、まずじゃじゃん、献血もうね20回目ということで、このね 400ml 分痩せたかなっていう感じで、これで気合が入ったので頑張っていきたいなと思います。全然まだ辛いなっていう感じじゃないんですけど、帰ってサラダを食べたいと思います。さよなら。おはようございます。朝ごはんの前にプロテインを飲みます。はい、いっぱい。今日はね、贅沢ベリーフードです。これがめちゃくちゃ美味しいから楽しみで起きちゃう。プロテインって結構ペタペタって感じがなんかするのが苦手だったんですけど、これ全然なくて美味しくて、デザートみたいで飲めるから。いただきます。乾杯。うん。美味しい。エステにやってきました。ダイエット10日目なんですけれども、いい感じで体重は落ちてるかなとは自分では思うので、しっかりキースしてもらいたいと思います。頑張ります。はい、手術していただきました。終わりました。ということで、すごい跡がめちゃくちゃすっきりしました。これはイチゴのプロテインをいただきます。いい感じでね、順調に引き締まってるんじゃないかなと思います。ということで引き続き頑張ります。はい、今日のご飯です。今17時5分ぐらいです。じゃじゃん、もう食べかけ今日は旦那さんのお母さんが作ってくれました。美味しそう、美味しいです。これ松茸、ホタテ、鶏肉、サラダ。いただきます。食べてます。美味しい。自分で作ってないご飯は美味しいね。はい、今日はですね、ダイエットのためにシーザージム新小岩にやってきました。さっき先生にダイエットメニューを教えていただいたので、頑張りたいと思います。やってみます。3セットできるかな。お願いします。ということで、プロテイン、今日はですね、ロイヤルミルクティー味、美味しそう、これめちゃくちゃ美味しくて、久々の運動が気持ちいい。
楽しい。これが本当に運動後のご褒美って感じで甘くて美味しい。ご飯は建築食堂にやってきました。相手はあなたのハートにパーママ。今日はハイパイダイエット企画ということで全然違うわ普通にダイエットです。ダイエットありがとう。もうね、みなちゃんがね今日筋肉食堂をね教えてくれたのよ。こんな感じでサーモンです。これ玄米でしょ、プロテインかな。早子先生からもらった魔法のサプリ。いただきます。おいしい、おいしいさ。今日はですねお仕事で外に行ってたので、これはね夜ご飯、今16時13分なんですけれど、サラダを買って帰ってきました。ここのの前に、あやこ先生に教えていただいたこの HR バーン、このサプリメントを飲んでます。これ強いダイエットの味方ですね。それであとこのねダイエットブック書いたじゃないですか、この目標を。この間そうこの間ね書いた紙、画面に入らないところに貼ってたんですけど、これしっかりいつも見えるところに貼ってモチベーションを保ってます。今までの結果どんな感じだったのかなっていうのをダイエットブックに書いてるんですけど、なんか食べたものとか今日の体重とか、いつも私は朝一に測っていて、ちょっとザクッとこんな感じで書いてます。基本的には炭水化物も摂ってるし、甘いものも全然食べないとかじゃないので、そんなに今は苦痛ではないですね。まだ1ヶ月経ってないのかな、なんですけどもう2キロぐらい落ちたので、めちゃくちゃこれは今順調じゃないですかね。今の感じだとあと2ヶ月で余裕なんじゃないかなって思っちゃったっていうのが正直なところです。こうやって本当にダイエットブック書くのってすっごく大切なんだなと思いました。1日書かなかったら昨日何食べたっけって、もう昨日のことなのに忘れてるの、やばいと思っちゃって、これで気づきました。書かなきゃいけないから気をつけるようになるし、寝る時間とか書いたりとか、やっぱりたくさん寝た方がいいんですって。最近は運動を始めた方が代謝が良くなるなって気づいたので、運動しようっていう風に思いました。順調にやっております。グラビで取れるかな。本当にコメントで皆さんが応援のコメントが多いのにめちゃくちゃ感動しました。ということで温かいコメントありがとうございます。最後まで見てくださってありがとうございます。ちょっとでもいいねと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。コメントの方もいつも読んでおりますので、ぜひよかったら書いてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。